コンビ、ナインティナイン岡村隆史が23日深夜放送の、日本放送、ナインティナインのオールナイトニッポンに出演。極楽とんぼ、山本圭一から決、本の報告がないと明かした。リスナーからのメールで、山本さんは、自分の結婚報告を、めちゃイケメンバーでは、武田、正春さん、岡村さんにはしなかったらしいと指摘された時のこと。岡村は、まあでもね、山さんの結婚もびっくりしましたけど。ま、そりゃそうやるな。こっちも結婚するとき何も連絡してないねんから、連絡来るわけないやろなというふうには思ってましたと、そのメールについて認め、だって向こうのお父さんより年齢が一個上なんやろ、山さんの方が、と改めて驚きを表した。相方の矢部博之がうなずくと、岡村は、山さんもよかったやんな。俺も山さんも奇跡やわな。奇跡やと思うわ、ある意味と、しみじみごり、どっかでまた会うのやろうけど。俺は俺で逃げ帰ってるけど。ケンチョン、チャンネル、山本の YouTube に狙われてるけどと打ち明けた。これに、矢部は、なんで逃げ回ってんねんと突っ込みつつ、まあでも、お互い、これでドローじゃない？岡村も言ってない、山本も言ってないで。それに対して何も思わない、でしょ？と尋ねた。岡村は、まあ、ドローやね。それはもうドロ、やと思う。それはそうやろな、と思ってるから。全然しょうがないです、それは、と納得している様子だった。